65式作業服は陸上自衛隊の隊員に対応されていた個人被服である。後から見た65式作業服、背中肩甲骨付近に温泉を入れていることが確認できるまた、袖やズボンにアイロンによる折り目が付けられている団体は91式団体、団体用釣りバンドや玉入れは1990年代以降に採用された。 戦闘装着セットのものこれまで使用していた作業服及び戦闘服がアメリカからの対応品や警察予備隊からのままであった点を考慮し演習時や通常訓練及び各種作業などでも効率よく活動できるように作られたのが65式作業服である。OD 作業服という通称の通り色は OD 色である。かつては綿100%素材であったが 製造コストの安さとアイロンをかけた、際の折り目が継続することを目的に、ビニロンが混入されるようになり、ビニロンと面それぞれ50%の破れにくい素材で製造されていた。明細戦闘服の登場前及び、同服が貸与されない部隊では、訓練時のみ、戦闘服と呼称して使用しており、縫製が丁寧かつ丈夫で簡単に縫製が溶ける。 ことが少ないことは隊員に好評であったと言われている。一人当たりの対応数は二着であった。支給回数の少なさと当時としては高い耐久性も相まってボロボロになるまで使用されたという。また、竹、胴回りなどのゆとりが少ないデザインであったため、夏場は熱がこもるなど問題もあった。袖及び足前後にアイロンによる折り目をつけることが実用性というよりは、 舞台の医療保持の理由から推奨されていた。このため、新単院教育ではアイロン掛けについて厳しく指導されていた。また、背中のシワのばしが容易にできる点と見栄えが向上する、要、肩甲骨付近に横一本の折り目をつけることが許容されていた。部外者の目につくことが多い中等地経営体などの特別勤務では同様の理由から服装点検がされるため、 対応される一着は、特別勤務用にとっておき、残りの一着と私物で通常業務をやりくりしていた、隊員が多かったと言われている。現在、多くの部隊では戦闘装着セットの戦闘服二着、個人被服として、迷彩服二着の合計四着が対応されるため、大きな問題はないとされている。ノーアイロンの死物があったが、素材が熱に弱く、熱で溶けた。 化学繊維が火傷の重症化を起こす危険もあり、使用、販売が禁止された時期もあった。そのため、同じノーアイロン素材でも、綿の混沌タイプに置き換わったこともある。現在では新規の調達は終了しているものの、予備自衛官などの訓練で、中古品が使用されている。また、現職自衛官でも、かつて私物として購入したものを中心に、車両整備などの汚れやすい作業や、 創立記念などで模擬訓練における敵兵役の隊員が着用するなど各方面で使用されていたものの平成24年度からは予備自衛官訓練でも明細服での訓練が行われることになったため徐々に姿を消しているただし防衛大学校及び防衛医科大学校の学生に対しては未だ支給され使用されている排能を使用しない訓練では この65式作業服に64式 7.62mm、小銃や66式鉄棒などの戦闘装具を装着するのが40年以上の長きにわたり一般的であった。迷彩服1型といった装備が正式化されるまでは野外での戦闘訓練においても同様だった。演習時に使用する際は偽装を目的に偽装網と呼ばれる網を上半身に 着込むことで偽装用の草をつけやすくしていた。なお、携帯鉛筆は団体には装着せず、自転車のタイヤチューブなどを利用した手作りゴムバンドで背負うのが伝統だったとされる。フィクションに登場する陸上自衛隊隊員が倒作業服を着用した姿で描写される場合、公式のものは民間向きには販売されておらず、また、放出品も少なかったため、映像作品では、 アメリカ軍の使用したオリーブドラブ単色の平時、広報用作業服もしくはオリーブグリーン単色の熱帯用戦闘服のうち、隠しボタン式のものが代用として用いられていることが多い。漫画などにおいても、全体のデザイン、色などは、米軍のものを参考に描かれていることが多く、実物とは異なっている例が多く見られる。ただし、 65式作業服はあくまでも調達時の名称であり、通常隊員からは OD 作業服や作業服などと呼ばれており、裏地に縫い付けられている製造タグでも OD 作業服と名称が付けられていた ABCDE 月間アームズマガジン2006年12月号 P35 ありがとうございます。